恋した女子の相談に乗る男子に下心がないパターンは女子がブスじゃない限りほぼない。でおなじみレオザゲームでーす。さあ始まりました。レオザゲームによるフィアキャリアモード実況エバートン編。エバートンでプレミアリーグ制覇しましたので、今シーズンはチャンピオンズリーグも取っちゃおうという感じでカラバオカップ敗退しましたのでね、もう3冠、残りの3冠を絶対取っていこうっていった、そういった動画になっております。というわけでカラバオカップまだちょっと引きずっておりますけど、行ってみましょう。コメントです。こちら、達也さん、リーガ実況を見てみたいです。バレンシア3冠に導きましょうというのとですね、あとはこちらのサイントゥーさんか、ミラン見たいですというわけで、それとですね、この方のホリフーリーとカプトゥムさんのブンデスリーガとかラリーガの方が、演出が、きちんとされていますので、その辺やってくださいっていう、こういったね、いろんなね、このチームやってくださいみたいな意見、ありがたいですね。個人的にね、あれやってみたいなみたいなところあるんですけれども、まあ、皆さんもそういった意見ね、参考にして、次のチーム、まあね、まだまだね、勝ってないうちにね、次とか考えてるんじゃないって、今頑張れっていう話ですけれども、それでもですね、こういった意見嬉しいのでまたコメントください。それでは行きましょう。続いて、ケンタロウ安藤さん、バークリーのボランチ起用はどうでしょうか。身長も高くロングパスもできます。守備が不安だと思いますが、数値以上の動きしてくれますよ。ロングシュートもバカスコ入ります。おすすめです。というわけで、はい、このですね、バークリー、僕もね、守備がやばいんじゃないかっていう風に言ってましたけど、おそらくこれね、アンカー起用のことだと思うんで、シュナイデルランがちょっと疲れてる日にバークリーの、守備やってみて試してみてですね、それの出来によって放出かどうか決めたいと思います。ハルチーニョさん、1試合目最後のルーニーの切り返しのところ、切り返すキックフェイントではなくて、その場でストップするキックフェイントを使えば一瞬ファンにシュートコースができて得点のチャンスだったかというわけで、確かにですね、見直したら切り返したからボール離れちゃいましたけど、止めたら相手がそのまま走っていって、でファンにシュートコースできるみたいな、うまいですね多分この人なんで、こういったのも今度はですね、冷静にやっていこうと思います。というわけで今日行ってみましょう。今日の試合はですね、あれ、カラバオカップ、あ、準決勝だから本番ダメなんですね。助かった、超助かった、めっちゃ嬉しい。復活のカラバオカップですよ今日は。はい、なんでカラバオカップにフルメンバーで行くんで、26日のこの試合、いやでもこれな、ここまでバークリーを売るかどうかね、返答しないとね、ダメだしな。どうしよう、バークリー売るかどうか。まあな、一応エバートンのね、イングランド代表の選手なんで、じゃあ残しときますか。26以降にもう一回オファー来たらしましょう。一旦断っとくっていう、これにしましょうか。はい、今日のメンバーこんな感じになりました。次のね、カラバオカップのことも考えて、若干メンバー落としつつ、バークリーのアンカー起用をちょっと試してみるみたいな、そんな布陣になっております。というわけで試合開始です。さあ、ダービーカウンティー戦、いいですね、ダービーカウンティーのユニフォーム、なんかね、クラシックでかっこよくて。さあ、というわけで行ってみましょう。一応相手のね、メンバーとかフォーメーションとかしてみたいと思います。相手は 4-2-3-1、 アークラフいますね。さあ、ブブドゥラ、なんか VVDRA ってどう呼べばいいかわかんないですね、あのワントップの選手。さあ、リベリー、徐々に本調子に戻ってほしいですね。リズムを作っていきたい。さあ、一気に中に選手が出た。さあ、どうだなかなか難しいボールでしたけど、頑張ってね収めましたが、さあ、ここで一気にプレスをかけられるか、バークリー。お、数字よりも使いやすいってやつが今出たんじゃないですか。さあ、マイケル・キーンもくるくるってやって、ボールロールから逆サイドを見ているウォード・プライズ、そしてリベリー、グラン出ています。クリクリってやって、さあ、コントロールショット、おー、惜しい、折り返せ、あー、ダメだ。サイドを変えようとしましたがうまくいかず、エムレちゃん頑張った。そして裏に出ていくエムレちゃん見えていました。クライ、オッケー、ベルナー、ファーに流れてました。ヒモのベルナー。さあ、相手の方にわざわざ行く、これね、なんとかしないと。わあ、もう気狂ってるよ気が狂ってるよ、本当に。ヘレツ君か、低い位置怖い。さあ、ハンドっぽい、あれがないから、もう助かったけど、オーブレイ、いやいや、まだピンチは続いとる。うわははマジかー、何回かな、何回かやらかしてたな俺、ムーゲント。あー、悔しいなー、もう大量得点より無失点を見せたいのにな。あまり押し込みすぎるとベルナーの良さも。お、いいですね。さあ、ここで縦に抜けられると面白い。お、いけ惜しい
いやいいですね、楽しいサッカーできる。タイミングが良くなかったか。味方同士交錯、メルナー超えてもらうかな。いいですね、サール。あー、サールのアタックによって奪った。さあ、ここからリベリーに前を向かしたぐらい相手との戦いです。さあ、リベリーがそんなに抜けていくの早くないんで、もう一旦中に戻して、 OK、 いった、ドリア、オッケー、オフサイドない、エムレちゃんスーパーゴール、いいですね、男性ホルモン多いな、ヒゲのヒゲの濃さよ。いや、素晴らしかった、これ見えてましたからね、入った瞬間裏抜けてるエムレちゃん見えて、ダビドシルバみたいなパスを取ってくれました、ベルナー。さあ、次こそは失点しないぞ。さあ、中が空いている、ここ、エムレちゃん、いいいいボールの持ち上がりから、さあ、ここだとベルナーのスピード行かせます。さあ、エムレちゃんも普通に現実世界ではほとんどしないというか、あまり上手くない三角形ポジショニングができます。いいですね、ベルナーかっこよすぎた今のこれで決まってたら最高かっこよかったんだけどな。あ、前半もう終了、最後ちょっとねうまく攻められなかったですけれども、後半に期待しましょう。ずるずる下がっちゃダメと、ここら辺でいきましょう。いいですね、バークリーもう一丁よろしく。いやー危ない、あーキーン、キーン、まあいける、キーン、さあいいんじゃないですか、ベルナ得意の、さあ、あー全然ダメだったわ、シュート。マークリーに出したいところですが、サイドを使って展開、ちょっと飛ばし、 OK、 さあペナルティーオフサイドないといいけど、あーったかー、60分交代しましょう、次の試合のことも睨んで。リベリーとオミエクル、そしていやー、この展開だとスピードある方がいいからな、サンチェス使いましょう、ワントップサンチェス、 OK、 バークリー、あーでも奪い切ることはできず、ここで加速させたくないですよ。そして、さあ打ってきた、 OK、 無理やり打ってしまう、サイドでとりあえずここは、さあここでベラルディが、おっと、おお、行きました、無理やり行ったでしょ、 OK、ベラルディの突破から途中投入のサンチェスが素晴らしいプレーをしてくれました。お、調子乗ってるね、プリプリしてますけれども、なんでこのもうね、あんまり好きじゃないやつになっちゃう。あー、バークリー奪えたところだったな今、あ、突っ込んじゃった、あー、バークリーの能力じゃない、俺が悪い、 OK、 タールからこっちですね、そしていっちゃいますか、お、いった中で、さあ大外空いてますよ、ヘンリー・オニエクルが、ウィーうまかったよかったっすね、今のは完璧でした、なんで噛み締め、一回転した噛み締め、よかったっすね、非常に余裕があるプレーでした。これ、ね、外してたらぶち切れられるもんです。はい、ベインズ投入でバークリー1列上げます。バークリーがね、大体どんな感じか分かりましたんで、あとはもうベテランに締めていただきます。おっと、あ、ファールがここで、うわーきちんとな、寄せていきたかったけど遅かったな、これ、アタッキングにしてたからな、これここでギューって寄せてね、チーム守備をしてしまった、悔しい、5点目いくぞ、さあベインズがいいところ、バークリーショット、あー惜しい、ああいうパターンで一番いいのってどのシュートになるんだろう、ルーデンと交代です、ロードプラザのコーナーキックに、おーっと、ここでおーっと、ウォードプラス体があんまり強くないの忘れてた、
ここね、さあうますぎる鬼へ来る、素晴らしい鬼へ来る、今日すごいいやちょっとねスキルムーブミスったんですけれども、ギュンギュンってやつやりたかったけど、むしろなんか20っぽくなっていきましょう。うわー、そして低弾道をファーに蹴り込むと、今日のオニエクルすごいですね。さあバークリーがデカさを生かして体の強さを生かします。さあ、あーオフサイドかこれ、うわーどうだったんだろう最後通ってたらね。さあ大量得点のゲームになりました。はい、アンディ・キャロルは来シーズンはニューカッスルに行くそうです。今までありがとうって感じだね、本当に。さあそれではカラバオカップホームでのレディング戦、アウェイ2対1なんでホームで 1-0 で勝てばいけるわけですね。はい、今日のメンバーこんな感じです。もうゴリゴリのフルメンバーにね、ガヤだけね前回の試合使ったんで、あ、ここはセセニョにしてありますというわけで、行ってみましょう。カラバオカップ復活の一戦、試合開始です。さあカラバオカップブリンソンパーク、もう緊張しすぎて噛んじゃいましたけどね、 1-0 で勝たなくてはいけません。さあ相手は、523というか343というかチェルシー型ですね。このシステムね、両ウィングの戻りが遅いときは非常に浅い位置が空きますから、両サイドバックの、ね、クロスの良さを生かして、さあただこういう風にウィングバック上がってきて非常にサイドで優位を作られるという、もうセセニョン頑張れ、そこ OK、 カウンターじゃ、さあゲームに変わらせるぞ。挨拶のスキルムーブを決ましたところで、スネーがシグルソンに渡して、シグルソン出していった、ドリア、おー惜しい、どう出る、お、空中戦勝ちました、しかもめっちゃいい位置に来た、ドリア、うわー入ったかと思った2回目は勝てないか、そんな高くはないから。さあここで戻りましょう。おっと、ここでちゃんとスライドできるか君たち。さあ足を出していったところでかわされた、危ないビッグホード、おお、ゲイゲイやらかしたな、やべやべやべ。さあこれ中をちゃんとね、中を切り出してサイドに誘導する、ここからあとは人数か、 OK、 キーパー、さあキャッチぐらいしてくれ、いやーパス、ここでの細かいパスは命取りと言わんばかりの、こんなミスの一例でした。さあ OK、 パスコースに顔を出す選手が少ないですね。行きましょう、ただの直線的な、あー直線的すぎた、何もしてないんだけどな、レディング普通にねやりにくいですね、この間のダービー関係、この中に、おっと足を出してくれませんでした。33分いたずらに時間を使っております。さあそこでこういってここに一旦預けて戻して、もう一度戻して、いやー体が整ってなかったな、こっち、さあおっとこっち、さあここでトントン、あー相手の寄せが早かった、もう一度クラーセン、さあこれ普通に打つか、あー打てない、相手が引いてきてブロック崩してるからな、ブロック固めてるからな、崩してるのは俺だ。さあ裏狙ってきましたよ、怖いですぜ、うわー入ったと思った、ちょっと修正しましょう、もう前半ですけれども、サンチェス真ん中に入れて、こういう時はフォルスないんだ、これで上下とサイドのコンビネーションでナポリ的な崩し方をしていきたいと思います。いやー全然良くない前半だったな、ちょっとだけ様子見てみようか。さあボールを預けて、さあ行ったか行ってないか、行ったかくらえ、 OK 同点、サンチェス中央球は当たりました、やったぜお母さん、僕
それでね、でも同点に追いつかれたら終わりですからね。相手からしたらアウェーゴールですから。ただ、繋いでるのは一旦つけて上がっていく。アンカーに上がらしちゃったから、ここは攻め切らないとまずいですよ。フレイ !OK! 2点目ただ、これでも1点取られたらカオスな状況になりますんで、1点取られたら 2-1 で同点になって、うん、また危なくなりますからね。いいですね。さあここで走り込んで、うわー、いやー、これを作りますね、ちゃんと。さあセセニョンがダメでした。ヘディング、おー、なんとか体寄せてた。ちょっとセセニョンが今日やたら突破されるんで、どっちかというとセセニョンのところを、ベインズ、うん、ベインズだとちょっとおじさんガヤ入れときゃよかったっていうね。はい、サイドが怖いんでベインズ送り込みます。さあここで相手が前がかりになっているところ攻め直します。おお、ダメ。さあ一旦渡してクラセン、そのまま上がっていっていいですね。ドリャクラセン素晴らしい、完璧でした。ずーっとすん、危ない。さあみんなで喜んでおります。カラバオカップだとね、カメラがないからなのか毎回この感じになるね。さあ会長の息子、今日はここいましたね。ここで上がってくるクラーセン見えてたから、そのまま行ってもらってヘディング、今までなかったパターンのボールなんで欲しいです。じゃあ守備のこと考えて、クラーセンをムレちゃんに交代して、いいですね。ゲイエ、エムレちゃん、シュナイデルなんていう、うちで一番硬い3枚になりました。さあ、さすが。守備の効果を発揮しております。そして、エムレちゃんがきちんと逆サイド見えてる。そして、ベルナーがスピードがあるうちに出ていけた。コントロールショット。素晴らしい !4 点目今日は超いい感じって感じだね。世代よ。タイミングがクソずれたよ。うわードン、危ねえ。さあこの辺で最後の交代使いますか。はい、最後の交代は前回絶好調のオニエクルを購入します。やばい、ちょっと守備で緩くなった。バーロー、オッケー、バーロー、オッケー。さあそしてエムレちゃんが、素晴らしい、ここからスーパーカウンター決まれ、ベルナー。さあベルナーがもう一丁いきますか。あー、相手がもう必死、すごいな、ここであのプレーができるか。さあベルナー中央に戻っております。さあオニエクルが、素晴らしいトラップから、オニエクルタイム、おおおー、いいですね。オニエクル、そしてクロスはまさかのクリンクルのベインズが、ベインズ何をしている。ただシグルソンのスーパークロスが決まった。仕上げの5点目、マニータ今日は素晴らしい活躍です。アイムレシャンも会長の息子に挨拶に行きました。大事ですからね、大人の世界で。そしてね、存在感ありませんでしたが、最後はエムレちゃんが決めて終了、大逆転勝利。うまくいきすぎ、途中までねボロボロだったのに、こんな戦術的修正が当たったのか、たまたまなのか分かりませんが、はい、準決勝突破しましたので、決勝はこれどっちなんだ、レスターかウエスタムかどっちかになります。はい、ユナイテッドとの勝ち点差も1に縮まっています。なんでですね、あれか、ユナイテッド引き分けたってことか。なんで次でもしかしたら逆転できるかもしれないって感じなんですけれども、次は FA カップでして、ね、ノッティンガム・フォレスト、こんなね、チンチンみたいなマークしてたんですね。はい。ね、というわけで、はい、次の試合も楽しみにしてください。日程的にですね、まだ移籍期間終わっておりませんので、お金は2700万ユーロぐらいかな。これぐらいしかないですけれども、この選手取っといた方がいいんじゃないですかとかね、そういうので心が動いてしまうものがあったらちょっと検討したいと思います。というわけで、皆さん今後ともよろしくお願いします。レオザゲームでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもレオザ・トゥーフェイスの音楽とか、レオザ・フットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ